愛知県豊明市で運行中のチョイソコ豊明チョイソコは愛知県刈谷市に本社を置くトヨタグループの自動車部品メーカー愛信が開発運営しているオンデマンドバス全国の自治体向けに展開しており地域の交通不便を解消し主に高齢者の外出促進と健康増進を目的としている2018年7月に愛知県豊明市にて運行開始 開始当初は、運賃無償であったが2019年4月より、有償運行を開始した。2020年4月には、群馬県明和町で運行を開始。同5月には、兵庫県稲川町。7月には、鹿児島県渋志市で運行を開始。現在は全国に広がりつつある。従来のオンデマンドバスは、自治体による運行がほとんどであったが、ちょいそこは安心。 またはその地域のトヨタ販売店、ダイハツ販売店により運営がされており、民間企業が主体になって推進されているのがその特徴となっている。運行は地域のタクシー会社が担っており、運賃優勝の場合は旅客自動車運送事業として運行されている。一部の地域においては、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、飲食店等の店舗や医療施設、 銀行等がエリアスポンサーとなりその地域のチョイソコを協賛している。エリアスポンサーになるとチョイソコの停留所を設置することができる。チョイソコを利用したい場合はその地域のチョイソコ会員になる必要があり、会員資格を満たせば、所定の方法で申し込むことで会員になることができる。チョイソコ会員は電話やインターネットにて乗車申し込みをすることで、 自宅近くの住宅地停留所から行きたい事業者停、停留所、公共施設停留所へと移動することができる。また、チョイソコは単なるシステム提供にとどまらず、自治体やエリアスポンサーと会員をつなぐコミュニケーターとしての役割を果たしており、チョイソコ通信という開放しメディアを通じて会員に向けて様々な情報発信をしている。乗り合いサービスをそのプラットフォームとし、 現在はサービスの派生系である弁当宅配サービス、飯ーや運転代工業者予約サービス、運転代コールなど移動させたい人やものを移動手段を提供できる車両とのマッチングさせるというサービスへの発展を続けている。このような地域に根ざした公共交通のあり方が全国で注目されている。2021年10月現在、実証実験中を含む ありがとうございます。